1955年、遠藤茂は、昭和期の農学者、政治家、鳥取県知事、鳥取県西白郡大阪村松河原の出身。1926年鳥取高等、農業学校農学科を卒業後、同校の助手となる。その後、京都帝国大学勤務、宮崎高等農林学校助教授などを経て、1939年以後は、 朝鮮半島各地の農事試験場で騎士として指導を行い、公会堂の生む課長に転じた。1941年には農学博士となる。論文の題は稲金核病菌に関する生理学的研究、特に病害発生を支配する要素に収むて、戦後は兵庫県、和歌山県に勤務し、1950年には和歌山県農林部長となる。 ところが、革新系の西を愛じ鳥取県知事が、財政難の中で外遊を行ったことをきっかけに、支持母体である日本農民組合や労働組合を中心としたリコール運動があり、これに県政野党の保守系が乗る形となったために1954年に辞任に追い込まれた。このため、県政与党であった革新系政党が遠藤に出馬を要請、これを受けて、 同年11月に鳥取県知事選挙に立候補、再出馬した西尾を破って当選した。遠藤は財政再建とともに住民の意見に耳を傾ける山彦行政、総合企画制の確立を基本方針とした。遠藤の在任中に焦点となっていた財政再建と産業の振興の両立を果たし、西尾時代の慢性的な財政赤字を解消した。 ところが、日本社会党などの県政野党は、県議会少数派で、西を遠藤と続く、革新県政に反対する自由民主党などの保守系。県政野党は、県議会を舞台に抵抗を続け、次第に、県政は、停滞を始めた。特に、アメリカ軍未保基地の日本返還後における、自衛隊の配備をめぐって、自由民主党と対立。 その結果1958年の知事選挙において自由民主党は建設事務次官の石場次郎を擁立した。革新、放棄の遠藤 vs 保守、稲葉の石場の対立に持ち込んだ自由民主党が優位に選挙戦を進め、最終的には石場が当選して遠藤の再選は阻止された。知事退任後は学級活動に戻り、日本大学教授を務めた。 農業災害と対策など、病虫害対策に関する農業所の著作が複数ある。1981年7月24日死去。去年75。博士論文書誌データベース。ありがとうございます。